皆さんこんにちは。一緒に遊ぼう、公式パートナークリエイターニンニカンターです。今日でバレンタインのクエストも4日目ですね。今日も張り切っていきましょう。今日のチョコの探す場所はリゾートになるようです。ってことは明日はホームタウンなのかな。今日のリゾートのチョコレートを探しても特に何かもらえるわけではないんですが、明日の最終報酬をもらうためには全てのチョコレートを探さないといけないので頑張って探しましょうね。今回は探す範囲が広いんですが、特にそんなに難しいところはなかったような気がします。一つ目のチョコレートはビーチリゾートの、これカウンターっていうのかな、ウェルカムって書いてある岩のここです。ここにチョコレートを見つけることができました。今回のチョコレートも結構小さいですね。2つ目のチョコレートはビーチリゾートの魚売り場になります。一緒に遊ぼうのいいところって、全く知らない人にチョコレートの場所どこですかって聞いたり教えたりすることで仲良くなれるところですよね。2つ目のチョコレートはこちらです。3つ目のチョコレートはプールサイドのバーカウンターにあります。これからもニンニクハンターチャンネルでは一緒に遊ぼうの動画をどんどん撮っていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。近くに同じような果物が置いてあるので分かりにくいかもしれないんですが、3つ目のチョコレートはこちらにあります。それでは4つ目のチョコレート行ってみましょうか。残りの2つのチョコレートはどちらもビラの中に入っているんですけれども、まずは大きい方のビラに行ってみましょう。明日のチョコレートのクエストをクリアするとブランコと、あともう1つ何かね、不思議なアイテムをもらえるんですよ。アマトオチコというアイテムなんですが、あれが何に使うのかちょっと気になりますよね。明日もチョコレート探しの動画出しますので、ぜひご視聴よろしくお願いします。4つ目のチョコレートはこちらの大きい方のビラの中に入っていて、バスタブのところですね。こちらのバスタブのところに4つ目のチョコレートを見つけることができました。グラスの上にチョコレート乗ってるから、こういうグラスかなって思っちゃいますよね。それでは残りの1個探しに行きましょう。こういうものを探すクエストでまだ攻略動画が出てない場合、どうやって探してるんですかっていうコメントをいただいたんですけども、私の探し方としては、当日であれば人が多いところを探します。だいたい人が集まっているところに探し物がある場合が多いです。あとは不自然に人が立っているところ、サブアカウントをワープポイントとして使っている場合があるので、不自然に人が立っているところも結構ポイントだと思います。そういうところは探すアイテムがその人の影で見えなかったりする時があるので、不自然なところに人が寝ていたりしたら一回近くに行ってアイコンが出ないのか確認した方がいいと思います。あとは近くの人に聞きまくる、これが一番ですね。最後のチョコレートはこちら、小さい方のビラのテーブルの上にあります。最後までご視聴ありがとうございました。最後にライブ配信のお知らせがあります。毎週やってるライブ配信なんですが、今週もちょっとお休みさせていただきます。またですね、私風邪ひいてしまったんですよ。また元気になったらライブ配信必ずやりますので、ぜひその時は一緒に遊びましょう。